警察の人が交通整理してる。ていうかもうすでに準備してる人がいる。あ、もしかするとこの辺がスタート？いや、すごいね。あ、本当だ。で、パトカー、あ、先導車両のパトカー、あ、タグを配ってます。あ、つけてもらわなかったの？あ、つけちゃう。結構風もあるね。あ、そっか。スタート整理ブロック、 O のグループのスタートを並んでる。もブロックごとに早いもん勝ちになってると思うんで、もうこの時点で並んでる人が結構います。あっちでしょ、大通りの側面というか横道に、こうやってブロックごとに並んで、おそらく時間が来たらスタート地点に移動して、そこから改めてスタートっていう形になるのかな。やば。あ、もう練習してる？オンユアマークスって言ってたよ今。でさ、あのもう並ぶの。まあちょっと準備運動して。うん。まあ、どちらまで行くのかって。うん。でスタートなんか移動するんだよね。え、M だよね。M。M って、うん、こんなのね。うん。まあすごい力。でスタートに移動して。どこスタートなんだろう。え、ここじゃない？ここなんだっけ、うん、あ、ここだ。そう、だから順番通りにスタートしていって、 M グループが移動してスタートってなると思うんだけど、多分もう見失うな。まあ、人間の方にいる。うん、うん。じゃあこっち側から見てりゃいいね。はい。じゃあ頑張ってきて。 42.195キロ。はい、いってらっしゃい。ということで相方さん、神戸マラソン、神戸マラソンに向かいました。 42.195キロ、参加者人数2万人近くだそうで、あ、マリオがいる。 GoPro 持ってます。マリオ GoPro Max。 あ、見失っちゃった。あ、いた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 、やばいやばい。で、42.195キロ、スタート地点が何時だっけかな、忘れちゃったんだけども、あと1時間ぐらい。なるほど。はいはい、ということで相方さん、所定のスタート位置に向かいました。 M グループなんで結構遅めのスタートになると思うんですが、一体何時になるんでしょうね。ありがとうございました。第1ウェーブスタート30秒前。第1ウェーブスタート10秒前。オンヤマース。第2ウェーブスタート10秒前。オンヤマー。
神戸マラソンの参加者さんがスタートした後、まだ交通規制がかかってますね。いつ解除されるんでしょうか。いや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 、2万人ぐらい参加者さんがいるそうなんで、相方さんがどこにいるのか分かんなくなっちゃってたんですよね。一応このグループだっていうことは教えてもらっていて、その辺りにはいたんですけれども、それでもそのグループにいたランナーさんが何人だろう、数百人とかそれぐらいいたので、探せずじまいでした。で、道の端っこにいるとは聞いていたんですが、それでも道の端っこにいるランナーさんもたくさんいたしな、探せませんでした。しかもですね、スタートのプロセスが始まると、他のグループが、スタート地点に移動するために一般の人たちの移動が規制されちゃっていて、そこからほぼ動けなくなっちゃっていたんですよね。なので相方さん探せずスタートを迎えてしまったという感じです。いや、相方さん無事ゴールできるんでしょうかね。ちょっとね、雨降ってきてるんですよね。ということで、ランナーさんがスタートした後の神戸マラソンスタート地点、ゴールするまでは時間がたっぷりあるんで、ちょっといろんなところ行ってこようかと思ってます。結婚式崩れていた駅ってこれだ、 JR 三宮駅、思い出しました。この道まっすぐ行くと新神戸駅になると思うんですけども、そこからずっと来てこの駅が崩れてるのを見えたんで、これだ。もうあれから、25年以上経ってるので、かなり回復はしてますけれども、当時ねこの駅が崩れててちょっとねショックでしたね。あとこの道を、新神戸駅に行く途中のビルも倒れかけてて、かなり衝撃的なシーンでしたね。で、結婚式挙げた教会が確かあっち方面に行ってどっか坂道を登っていったあたりなんだけど、どこだっけな、覚えてないな。あったあった、ホーム&プランツさん、本当西灘駅のすぐ近くですね。ちょっとこちらでいろいろと見ていきます。わー、立派なアガベがありますよ。プランツさんでした。店長さんかな、オーナーさんかな、なんか気軽に話しかけていただいて、いろいろとお話しさせていただきました。ありがとうございます。また来ます。さて、じゃあ次に移動します。次のお店はこの辺にあると思うんだけど、どこだろう。この線路の高架下にあるっぽいんですけどね、まだちょっと見えない。あれかな、なんかそれっぽい植物が飾られてるお店があります。多分あれじゃないかな。着きました。デラプランタレイノさんって読むのかな、デラプランタレイノさんです。じゃあ早速入っていきましょう。ということで、デラプランタレイノさんでした。めっちゃおしゃれな鉢に入ってる植物たちがたくさんありましたね。
いやいや、なんかもしかするとコーヒーも出してるのかな。コーヒーメーカーとかが置いてあったんですよね。ということで、デラプランターレイノさんでした。三宮駅まで戻ってきました。なんかここ来る途中に神戸マラソンの参加者さんとおぼしき人とすれ違ったんですが、もうゴールしたんかな。まあ早い人だと、もうこれぐらいではゴールするか。いやすごいね、お疲れ様ですって感じです。三宮もドーナツ屋さん大行列。ここのお店はドットドーナツ。すげえ行列だな。っていうかドーナツ流行ってんのかな。アイムドーナツ渋谷店も大行列だし、三宮のドットドーナツも大行列。そろそろ神戸巡りも終わりにして、神戸マラソンのゴール地点のポートアイランドに向かいます。ポートライナーに乗っていくんですが、もしかすると混んでるかもしれないな。次は中公園です。 The next stop is P04 中公園 Station。 ここがですね、神戸マラソンのフィニッシュ地点。真正面がフィニッシュ地点で、ここが待ち合わせスペースなんですが、結構人が多いんですよね。続々とゴールしてます。皆さんお疲れ様です。相方さんはまだゴールにはもうちょっとっていうか、かなり遠いんで時間を潰さなきゃいけないんだけど、どこで時間潰そうかな。応援ナビを見るともう40キロを超えてるので、もうそろそろゴールするんじゃないかなと思うんですよね。ということで、ちょっとゴール地点の方に向かっていますが、しかしめっちゃ人多いな。めっちゃ人が多いです。ゴールしてるかどうかわかんないな、これだと。相方さんが無事にゴールしたんで待ち合わせスペースで待ってるんですが、ゴールしたランナーさんがめっちゃ多いんで、なかなかこっちに来れないみたいです。あ、いたいた、相方さん来た来た。気づいてないかな、相方さんが来ました。はい、お疲れ様お疲れ様。タオルもらっちゃった。あ、そうなんだ、本当だ。うん、おう、すいません。きつかったところあった？途中でね、飽きたね。そうなの？なんで飽きたって。25キロぐらいで飽きちゃったんだよね。淡々としてた、うん、そうけど、けどさ、結構見晴らしのいいところとかも通ったんでしょ。もう見晴らしのいいところってさ、海ほとんど見えないさ、うん、あ、そうなんだ。チラッチラッと見た、うん、鉄人28号見えた。見えた、でも見えたけど一瞬だったから、うん、あー、写真は撮れないと思って。後ろ姿、うん、横、うん。The next stop is P03 Port Terminal Station. Terminal. 右側の扉が開きます。P03 Port Terminal Station. いつものデフォルト。置かれるのが逆という。じゃあ神戸マラソンお疲れ様でした。5時間36分。まあまあ。まあまあ。じゃあお疲れ様でした。めっちゃ光ってる。あ、出た出た。最終結果、5時間23分57秒。ラストスパートして、ちょっと最後は急激にこうスピードが上がった感じ。ハッと渚の湯ってところでお風呂入ってました。あとご飯。じゃあ戻りましょう。新幹線に乗って東京に戻ります。ご乗車ありがとうございます。天井で天井です。はいはい。
はい。乗車券と車中券を入れてください。なんかいる。これはなんだ。あ、あれか、ヒカリエエルフか。ヒカリエエルフのぬいぐるみが4つ、4体置いてあります。ヒカリエエルフか、こんな感じ。ヒカリエエルフ、これのぬいぐるみ、これが置いてあります。